こんにちは、浪人プーです。今回はですね、海外のウェブサイト、ショッピングサイトトムトップさんの方からですね、商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。アクションカメラになります。トムトップさんというショッピングウェブサイトはですね、もともとはですね、アリババの中で展開されていたお店ということで、前のですね、ウェブサイトをですね、今展開されています。トムトップさんのショッピングのウェブサイトのですね、特徴は何といってもですね、安い、とにかく値段が安いというこの一言に尽きると思います。個人輸入的な商品の買い方になるんじゃないかなというふうに思います。 Amazon とですね、唯一違うのはですね、商品が届くまでの期間というのがですね、送料基本的に無料なんですけども、7日から20日程度っていうのがですね、デフォルトになってます。これ送料無料になります。 Amazon のようにですね、当日とかですね、翌日とかみたいなことはできませんし、配達日の指定っていうのもですね、ちょっとできないことになってます。ただその分ですね、お安く購入することができます。またですね、日本で入手できないものをいち早く入手することができたりというふうになります。詳しくはですね、説明欄の方にウェブサイトのリンクがありますので、またご覧いただければと思います。ご提供いただきましたアクションカメラですけども、日本国内で Amazon でですね、購入するとですね、結構高いですね。トムトムさんのウェブサイトの方で購入するとものすごく安くなります。それともう一つですね、今回ご紹介する商品もそうなんですが、トムトップさんオリジナルのセットになりますので、通常のセットとはちょっと違うセットになってますので、でそういうのがですね、多数あります。はい、それでは付属品の方を見ていきたいと思います。ハードケースが付属してます。持ち手があって、チャックになっています。ここにも物が入れれるようになっているハードケースが付属しています。カメラの取扱説明書とリモコンの取扱説明書、ともに英語になります。リモコン用のバンドベルクロになります。球面タイプのマウント、自転車のハンドルやバイクのハンドルに取り付けるマウントになります。充電器ですね、充電用の USB ケーブル。ネイキッドケース、中間マウント、ネイキッドケースをですね、マウントするときに使うネジ穴付きのマウントのパーツになりますね。バッテリー、チェストマウントが付属してます。チェストマウントが付いてます。これはね、とても嬉しいと思いますね。これからアクションカメラ始めようという方はですね、旅先で歩きながら撮影したりっていう時に使うのにとても便利なチェストマウントです。頭に取り付けるマウント、ヘッドマウント、これもですね、普通アクションカメラ買うとこれついてませんので別買いになりますが、標準で付属しています。登山とかハイキングとか、あと工作とかっていう時にここにカメラをつけてですね、撮影することができます。とてもありがたいと思います。こちら本体と、それから防水ケースですね、それからベースになるマウントがあります。カメラ本体 H3 になります。リモコンが付属してて H3R ということになっているようです。 4K モデルになっています。 Wi-Fi でスマホと連携することもできます。 4K は25フレームだったと思います。そして 2.7K かな、の方はですね、30フレーム、 1080フルハイビジョンの方はですね、60フレームに対応しています。720の方についてはですね、120フレームまで対応しています。このカメラの最大の特徴はですね、ここモニターありますよね。そしてここにもモニターがあるんです。これがこのカメラの特徴になりまして、まあ、デュアルモニターというんでしょうか。表面にあるのがですね、有機EL になっています。はい。このようになってまして、こっちにですね、1080p60 フレームっていうのが表示されています。というのがですね、これね、こちら側の面にもですね、こう表示されてるんですね。バッテリーの容量、今 Wi-Fi 接続してないのでオフになってますけども、バッテリーの容量と、それから撮影モード。そして、今撮影の時間、今撮影してないんで動いていません。でこれ撮影を押してみます。はい、そうするとですね、ここはカウントアップしていって撮影されてるっていうのが分かります。こちらの方を見ていただくと、ここが今撮影中でカウントアップしてるっていうのが分かります。はい、止めます。はい、はい、そうするとここもカウントが止まります。
もう一回押してみます。はい、こういうふうにカウントが上がっていきます。表面だけを見てもですね、モードを切り替えると、はい、今これカメラのモードに変わりました。はい、これ連写モードに変わりました。はい、これタイムラプスモードに変わりました。はい、これ再生で設定モードというふうにですね、こう見てわかるというのが嬉しいと思います。特にですね、バイクの場合なんですけども、ヘルメットマウントをしてて、まあ、顎マウントにしている場合だと、バックミラーを見た時にですね、このモードを見ることができます。実際ヘルメットマウントしてると、こちらの画面がですね、ほぼ見えない状態になっているので、モードを確認するとか、バッテリーの残量を確認するとか、今動いてるかどうかとかっていうのがですね、ここを見ればわかる。ということは、バックミラー越しに確認することができるんですよね。これとても便利なんですね。GoPro なんかもこちらに液晶があるので確認することができるんですけども、GoPro さんのそっくりさんというんでしょうか、これから徐々にこのデュアルモニターっていうのが増えてくるのかなというふうに思います。特にこの有機EL カラー、とても見やすいですよね。つきっぱなしになるので、省電力の有機EL のモニターがここに採用されているということですね。実際に撮影をしていきました。その映像を確認していただければというふうに思います。ご覧ください。アクションカメラ X3R のテストをしています。今、1080p の、60フレームです。H3R 付属のですね、チェストマウントで、とても久しぶりにですね、チェストマウントをしています。スカイウェブです。ちょっとね、今日はね、曇り空ですね。今度はですね、4K25 フレームで撮影してみます。4K25 フレームです。どうでしょうかね。
さて、していきます。 4K25 フレームです。今度はですね、720p120fps、 720p120fps で撮影します。どうでしょうかね、アクション撮影、スポーツ撮影が120フレームいいと思います。ちょっと晴れてきましたね。
試し撮りの方いかがでしたでしょうか。とにかく安いです。これだけのセットでこの値段がですね入手することができるっていうのはとても嬉しいんじゃないかなというふうに思います。このセット日本国内ではですね入手することができません。トムトップさんのウェブサイトでないと購入することができませんので、また他のアクションカメラもですねトムトップさんオリジナルのセットなど日本国内で入手できない新しいカメラなどがですねたくさんありますので、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。くれぐれもですねアマゾンのようにすぐに商品は届きません。気長に1週間半月ひどい場合は1ヶ月待っていただくことになるかもしれませんが、とにかく値段が安いショッピングウェブサイトになりますので、ぜひトムトップさんもご利用いただければというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。